ウォーハッチーの戦いは、南北戦争3年目の1863年10月28日と29日、テネシー州ハミルトン軍とマリオン軍、及びジョージア州デイド軍で起きた戦闘である。北軍は、テネシー側のブラウン渡しを確保し、チャタヌーガにいる北軍部隊への供給線を開いた。南軍は私はを守る北軍を排除して、再度供給線を止めようとしたが、敗北した。 ウォーハッチーは南北戦争の中でも数少ない野戦の一つである。ウィリアム・ローズ・クランズ少将が指揮する北軍は、チカマウガの戦いで大敗を起死した後、テネシー州チャタヌーガに交代した。南軍のブラックストン・ブラック将軍指揮する、テネシー軍が死を包囲し、北軍を飢えさせて降伏に追い込もうとした。ブラックの軍隊は、ミッショナリー・リッチとルックアウトさんを占拠し、 そのどちらからもチャタヌーガ市、テネシー側、北軍の供給船をしっかりと見下ろすことができた。南軍は、チャタヌーガに向かっているすべての市長隊を襲撃したので、北軍は兵士を食べさせていくために、別の方法を見つける必要があった。北軍のユリシーズ・グラント少将は、ローズ・クランズを解任し、後任に、ジョージ・ヘンリー・トーマス少将を据えた。チャタヌーガに到着した時のグラントにとって、 優先事項は、北軍の物資を補充することだった。グラントとトーマスは1863年10月26日に、クラッカーライン作戦を始めた。それは、テネシー川沿いのブラウン渡しからチャタルーガへの道を開き、同時にルックアウト渓谷を進んでケリー渡し道路を確保するように考えられていた。ミシシッピ軍事団の技師長であるウィリアムカイ・ボールディ・スミス将が、 クラッカーライン作戦の全体を考案し、ブラウン渡しの共闘法を築く任務を与えられた。これを行うために、第14軍団第3師団から2個不評旅団を割り当てられた。ジョン B ・ダーチン准将の第1旅団と、ウィリアム B ・ヘイズン准将の第2旅団だった。10月27日午前3時、ヘイズン旅団の一部が浮き桟橋に乗り、ブラウン渡しに近いモカシンベンドあたりに向かった。 ターチンの旅団は、ブラウン渡しの対岸、モッカシン弁道に陣を敷いた。ヘイズン隊は上陸して、共闘法を確保し、川を渡す船橋に陣取り、ターチン隊が川を渡って、自隊の右手に陣取れるようにした。南軍、アラバマ第15連隊のウィリアムシー・オーツ大佐が、自分の連隊と他の部隊の一部を率いて、警告を守っていた。指揮系統の混乱によって、 大津は三個予備連隊がどこに陣取っているかを知らなかった。北軍が突然上陸してきた後、大津は持っている部隊だけで反撃を試みたが、自身が重傷を負った後に撃退された。その時になって、イベンダーエムローが予備連隊を率いて回ってきたが、すでに遅かった。北軍は大勢であり、さらに残豪を掘って守っていた。一方、 北軍のジョセフ・フッカー少将は3個師団を率いて、ブリッジポートから鉄道に沿い、シェルマウンドとラニングウータークリーク峡谷を経て、前進していた。10月28日、フッカー隊は急速に前進した後にルックアウトバレーに入り、ルックアウト山で会談を行っていた南軍のブラックストンブラックとジェームズ・ロングストリート両将軍を驚かせることになった。 ロングストリートはさらに南西の方へ北軍が攻撃する可能性について心が奪われ、フッカー隊の前員身を適切に偵察することができていなかった。フッカーはその舞台で10月28日にルックアウトバレーを通り過ぎるときにジョンギアリー淳将の師団をナッシュビルチャタヌーガ鉄道の駅、ウォーハッチー駅に文献隊を派遣し、南西方向への通信線と西のケリー・渡しへの 道路を守らせた。フッカーの隊が目標としていた地点に着くと、フッカーの配置は、惨めなものであり、オリバー・オー・ハワード少々の兵力が少ない第11、軍団が、ブラウンの私で、行き当たりばったりの八重をしていた。さらに悪いことに、鉄道守備に派遣した後のギアリーの師団はわずか1500名しか、おらず、孤立した形になった。ブラックは、ロングストリートに、 新しい北軍を追い返すよう命令した。市長隊がウォーハッチ近くで止まっていたことに注目し、ロングストリートはギアリー隊を潰すことにした。マイカ・ジェンキンス准将の師団に北軍に野衆をかけるよう命令した。ローが自分の部隊とジェローム・ビー・ロバート・ソン・ジョダントでフッカー隊がギアリー隊を補強しないようにしている間に、ジェンキンスの支配下にある1800名からなる。 サウスカロライナ旅団がウォーハッチー駅を襲撃することにした。ローはヘンリー・ベニング巡将の旅団をローとブラッドンの動きを支援するために残すことにした。攻撃は10月28日夜の10時を予定されたが、混乱で真夜中まで遅れた。ギアリーとその士官たちは攻撃を予測しており、将兵を出していたが、攻撃の突然さに驚かされた。北軍守備隊は、 北からブラットンに囲まれ、北と東を面にした V の字の戦列を敷いた。ギアリーの息子の砲兵中尉が、この戦闘で負傷し、父の腕の中で死んだ。第11軍団は戦闘の音を耳にし、素早く、ブラウン渡し近くで隊列を組んだ。フッカーは、指揮系統の下にあるオリバー・ハワードを飛ばして、カール・シュルツ少将に援軍として、ウォーハッチン駅に向かうよう命じた。 混乱の中で、北軍アドルフ・フォン・シュタインベア順将がその師団を最初に道路に取り付かせた。シュタインベア師団に属するオーランド・スミス大佐の旅団は、ブラウン渡しから道路を見下ろす高さ200フィートの丘に、陣取っていたローの南軍部隊に発砲された。スミスは方向を変えて丘に登り始めた。一方、フカーは第11軍団の2個師団を誤って、 ローとベニングの対抗に送っており、ギアリーの救援に向かわせる部隊がなかった。ローの2000名の部隊は、フッカーの部隊より勢力で大きく劣っていたものの、丘の上という陣地は当然ながら強かった。暗闇の中で、ローの部隊と直接接触できたのは、スミスの700名の旅団だけだった。スミス隊の何度か活発な攻撃がその度に、撃退された。この時、 ローは誤った報告を受け、撤退を決めた。その部隊が残酷を離れたその時に、スミス隊がなだれ込み、いくらかの兵士を捕虜に取り、秩序だった撤退ができていなかった連隊を追い散らした。一方、フッカーはハワードにいくらかの騎兵隊を率いて、ウォーハッチーに向かわせることに合意していた。ギアリー隊はしっかりと守備位置を守り続けたが、弾薬が突きかけていた。 ブラットンが戦いに勝ちそうだと感じ取り始めたとき、北軍の援軍が後方に到着したために交代を命じる知らせを受けた。ブラットンはルックアウトさんまで交代し、ベニングの旅団をうまく支援した。ウォーハッチーの戦闘では、ブラットン隊が356名の犠牲者を出し、ギアリー隊は216名だった。北軍のラバが戦闘に驚いて暴走し、それが、 南軍に、騎兵隊による攻撃と思わせ、南軍を撤退させたという噂が、北軍の宿営地に広まった。北軍兵はラバに、馬として、名誉昇進させるという冗談を言っていた。実際のところ、ハンプトンリージョンが短時間のみ、このラバのために秩序を乱したことがあった。しかしこの昇降状態によって、ニューヨーク第137連隊が、 北軍前線に開いた穴を埋めることができていた。この戦闘全体で北軍の損失は戦死78名、負傷327名、不明15名となった。南軍は戦死34名、負傷305名、不明69名と報告した。ある証言ではブラッドン隊が408名を失い、老隊は52名を失っただけだったとなっている。 ギアリーは南軍兵153名の遺体を埋葬し、100名以上を捕まえたと報告したので、南軍の損失は900名を超えていた可能性もある。北軍はジャタヌーガ市に対する補給路を確保でき、クラッカーラインを通じて、物資、武器、弾薬さらに援軍を受け取ることができた。このことにより、11月28日の 第三次チャタヌーガの戦いにつながる道ができた。ありがとうございます。